こんにちは、平山茂です。今日は10月18日月曜日でございます。現在時刻は午後2時22分でございます。どうも皆様、どうも、私名古屋に無事に帰ってまいりました。どうもありがとうございました。はい、ということで、ちょっと待ってください。ちょっとここが痛い。さあ、ちょっと待ってください。何ですかこの痛みは。痛いな。ここが、ここがいい。まあいいでしょう。大丈夫。さあ、ですね、本当に月曜日でございます。皆様、本日も一日お疲れ様でした。ね、月曜日終わりました。本当にお疲れ様です。お疲れ様でした。いやー、久しぶりに私も土日休み連休をね、久しぶりにいただきましたので、ちょっとね、まあ大阪と京都とちょっとぶらりと、ね、いろいろ企画を兼ねてちょっとね、旅をしてまいりました。で、まあ、昨日の動画はですね、終わり方がもうパスンというようなね、終わり方で、おい、平山はちゃんと名古屋に帰れたのかみたいな、ちょっとね、気になった方もいらっしゃると思いますが、無事にたどり着きました。その後、もう車も何の異常もなくてですね、エンジン警告灯というものも結局つかず、無事に下道で帰りました。はい、いや本当に、土曜日日曜日お世話になりました。清水さん、そして清水さんのご家族、そしてお友達、それから、昨日ですね、日曜日は、純太さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。いや、ちょっとね、いろいろ振り返ってこういろいろおしゃべりしたいなっていうのもあるんですけれども、今日はね、月曜日ということなので、やっぱりね、月曜日企画、ロト6でございます。はい。ロト6、今回はですね、やっぱりね、月曜日なので、ロト6のことをしようと思いながらも、まあ、いろいろ話しますけども。一応ですね、ロト6、買っております。1630回ですね、10月18日抽選。本日も私、ごくち買わせていただきました。1000円分ですね。で、また一口だけクイックピック、ランダム選択で買っております。もう本当に、これはですね、大阪で清水さんとね、一緒に買いに行ったロト6になります。今回買ったロト6の売り場はですね、まあ、おととい土曜日の動画見ていただくとわかるんですが、まあ、大阪の藤井寺市の、とある、メガネ屋さんの敷地内の駐車場にある宝くじ売り場なんですが、そこは、過去にね、サマージャンボで1等7億出てる場所だったんですね。はい。なので、ちょっとね、これは買わなきゃということで買いました。もう本当にその瞬間に適当に数字を選びました。もう何の気合も入れてないです、今回は。もう本当にファ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 っていう買い方です。なので、当たります。はい。当たります。なんもぜ前回キャリーオーバーがね、8億あった時のちょっとロト6は気合を入れすぎました。何の意味もない気合を入れてしまったので、もう惨敗という形になりました。それまでね、こうなんか5等とか結構連続で当たってたりしてたので、もう何にも考えずに買いました。なので、もう今日はね、このまんまもう結果出しましょうか。ここに今日の結果は斬新でしょ。私は結果を知らないけど、皆さんは知ってるという状態にしちゃいましょう。さあ、今日の結果発表はこちらでございます。ドン。さあ、なんか今日はあれだな、該当なしな気がするな。いや、そんなこと言っちゃダメだ。当たったな、1等当たったな、これ。ね、私の
まあ、私の数字はまたここ僕真ん中にいますね。ここに結果があって、ここに僕の今日の買った数字も出てる状態で、その手で話しますが、ね、もう適当に選びました。なんか似た感じですね。ちょっと工夫がないですね。クイックピックが3、5、15、17、30、31、これがもしかしたら1等当たってるかもしれないですね。まあちょっと結果分かりませんけれども、まあ当たっ、まあ、まあ外れちゃったかな。外れちゃってたら本当皆様すいません、ごめんなさい。うん、頑張ります。引き続き頑張ります。はい、まあ、ついでにですが、まあ、大阪のねロト6買った時にハロウィンジャンボミニも買っております。こちらですね、ハロウィンジャンボミニも買っております。はい、これも6000円分、連番とバラですね、これを10枚ずつ買っております。でその前に、愛知県稲沢市の方でまたね買っておりますジャンボ、こちらハロウィンジャンボの方ですね。ハロウィンジャンボも連番バラ10枚ずつ買っております。さあ、まあね、普段はジャンボはね買わん、宝くじはあんまりやらないんですけど、たまたまねちょっとたまたまなんか買ったら3等が当たったということで、まあ、その当たったねお金でちょっと今回ジャンボは買っております。まあロート6もそうです。さあということで、まあ、ちょっとね僕結果分かってないんですけど、まあ、まあ、もしね100万円以上もしこれ当たってるのであれば、そうですね、一人最大1万円まで、お配りしたいなと思います。はい、先着10名、その先着ってなんだっていう話なんですけど、もうコメントでコメントくれた順番でね配ります。欲しいという方はですよ、欲しいという方はコメントをください、ちょうだいって。はい、でその後にただコメントしただけではね、ちょっとお渡しはできないので、またもし帰って確認して実際に当たってたら、また別の動画で、その流れはね紹介させていただきます。もし100万円以上が当たってたら、100万円ぐらいだったら1万円お配りさせていただきます。困ってる人、欲しい、どうしても欲しいっていう方にお配りします。はい、もし1000万以上今日ねこれ当たってるのであれば、そうですね、あんまり基本は手渡しなので手渡しで行くので、1000万円だったらそうですね10万円ですね、最大10万円を10名様ぐらいにねお渡ししようかななんて思います。もしまあ1億円当たってましたら、まあ最大100万円ですね、100万円を10名ぐらいにねこうお配りしようと思います。はい、本当に困ってるっていう人は特に、はい、まあ困ってるとかですね、どうしてもちょっと運転資金に回したいとかですね、本当に早急に欲しいと言われても、ちょっと私直接手渡しに行くので時間がかかります。早くても1週間から2週間遅くなるとやっぱ1ヶ月以上はかかってくると思いますので、そういった方はまたちょっと違う方面でちょっとねお金を工面して、なんとか持ちこたえていただきたいなと思いますね。まあお遊びのような企画でやってますけれども、本当にまあやっぱ困ってる人は、ね、やっぱいっぱいいると思うので、ただ全員を私ごときがね救うことはできないと思いますし、本当にまあ僕と関わってくれた皆様にぜひやっぱお配りしたいなと思っておりますので、まあ少しずつですがそんなことをやらせていただこうかなと思っております。はい、まあ、ただね大外れしてる可能性もあるので
何を言ってるんだこいつはと。なのでね、まあ大外れしてたとしても今の喋った下りはもう全部使います。はい、今11分も喋っちゃいました。さあね、ちょっと結果わかりませんけども大丈夫ですから、本当に大丈夫なんですから、ね、大丈夫です。なんとかなる、なんとでもなりますからね、大丈夫ですから、大丈夫です。ただそれが言いたいんです。本当に私は、あなたは大変かもしれない、でも大丈夫、大丈夫なんです。そうやって生きてきた、だからなんとかなるんです。うん、この先もずっといろいろあると思います、でも大丈夫なんです、大丈夫。うん、もうこれは消えてるかな。はい、大丈夫なんです。とにかくね、私も車がいろいろトラブルありましたけど大丈夫でした。まあいつかね、車は壊れると思います、想定してますから。それはね、だから壊れても大丈夫なんです。はい、壊れましたね、以上、じゃあなんとかしよう、そういうことなんでねさあ今日のロト6はこういう形でお送りいたしました。あんまりちょっとね、今日サムネもあんまりね、こうド派手にいかないようにちょっとひっそりとやっていこうかなと今後は思いますということで、今日もご視聴ありがとうございました。私平山茂は無事名古屋にたどり着きまして、また通常運転、通常営業という形で明日以降もやっていきたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。大丈夫ですからね、大丈夫ですから、大丈夫ですから、大丈夫ですから、本当に大丈夫ですからね。うん、大丈夫ですから。ということで、また明日お会いしましょうね。平山茂でした。ではおやすみなさい。ありがとうございます。